い、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄斗です。数学基礎マシマシ第3弾。今回のテーマは、奇跡をマスターせよ。ということで、早速問題やっていきましょう。問題。二直線 mx-y イコール0、x プラス my-m-2 イコール0。これの交点を p とする。m がすべての実数値を取って変わるとき、点 p の奇跡を求めよ。これ東京大学の大昔の問題ですね。つまり、二直線があるんですよね。mx-y イコール0ってやつと、x プラス my-m-2 イコール0っていうのがあって、交点があると。で、m によって二つの直線が変わっていくんですよ。こんな感じで。こんな感じで。よくわからんけど。じゃあ、この、奇跡がどうなっていくか。この交点がどうやって変化していくかっていうことですね。だから、わからん。わからん。ということでやっていきましょう。奇跡領域の問題っていうのは完全パターン化できるということを別の動画でお話ししました。そちらの動画で詳しく解説してるので、そちらをぜひ見ていただきたいんですが、わからない方もこの動画だけである程度なんとなくわかるように説明しようと思うので、ぜひ最後までご覧ください。まず、奇跡領域のパターン化。もう、すべての問題において通用する方法。まず、奇跡上の点を、ラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X ラージ Y の関係式を作ると。すなわち、この、ラージ X ラージ Y の関係式、それを求めてあげたら、それがもう奇跡の方程式なんですよ。ということで、それを求めてあげたいというわけですね。で、関係式を作る過程で、絶対パラメータが出てくるんです。もう、十中八九出てくるんですよ。パラメータ T だったり。そいつが出てきた場合、パラメータが出てきたらどうするか。パラメータを消去してあげればいい。ラージ X、ラージ Y の関係式を作るんだから、余計な T が出てきたら消去してあげればいいじゃんっていうことなんですね。でも実はそれは、本当は三角と×。×って書いてあるけど、まあ大体三角。ほとんど解けるけど、解けない問題もある。っていうのも、本質っていうのはパラメータの存在条件を考えようね。これが本質なんですよ。パラメータ T がありますか？あるようなラージ X、ラージ Y の関係式を求めてあげようねっていうのが本質なんですね。まあ、今回の問題で言うと、パラメータを消去するだけで十分なので、基本的にそちらで話を進めていこうとは考えています。で、今回、パラメータの存在条件を考える上で、じゃあなんでパラメータを消去するでも解けるのに何っていう時に、同値性を意識して変形してあげると、結果的にパラメータを消去するっていうのは、パラメータの存在条件を考えてあげてるのと一緒だよねっていうことになっていくわけなんですよ。はい。で、それが一緒だよねってならない場合に、ちょっと変わった条件式が出てくると。いったことは、別の動画でもお話しているので、そちらをチェックしてみてください。ただ今回は、基本的にはパラメータを消去するだけでうまくいくので、そちらの考え方で基本的に話していこうと思います。で、順増法は今回使えません。ということで、問題 mx-y イコール0と、x プラス my-m-2 イコール0。これの交点 p の奇跡を考える。じゃあ何を最初すればいいか。もちろん、p をラージ x ラージ y と置くんですね。で、ラージ x ラージ y の関係式を求める。どうやって式を立ててあげると思いますか？まあでも、交点 P なので、はい、もちろん、交点を求めると、以下、軽く聞き流してもらっていいですかね。っていうのも、あまり良くない方法、あまり賢くない方法で解いていくので、しばらく、なんか変なことやってんな、難しいことやってんな、ぐらいの感じでいいので、2倍速、倍速で見てください。はい、まず交点を求めると、第1式より、y イコール mx ですね。はい、移行して y イコール mx。で、y をここに代入してあげると。そしたら x だけの式になる。x プラス ymx だから m2 乗 x 低い m 低い2イコール0。で、これ x の一次式だから m2 乗プラス 1x くくってあげて、イコール、移行して m プラス2。で、割ってあげると x イコール m2 乗プラス1分の m プラス2。一応これが0じゃないということは確認しておいてください。割るのでね。で、y 座標、あ、ここも忘れてますね。で、y 座標は m2 乗プラス1分のこの m 倍するので m2 乗プラス 2m。こう切るから、はい、ラージ x っていうものがこれ。ラージ y イコールこれと式が立てられるというわけですね。めでたしめでたし。ということで、ここが式が立ったと。あとは、式が立ったから、パラメータ m を消去してあげればいいっていう感じになるわけですね。パラメータの消去か、難しいな。どうやってやればいいんだろう。まあ、一応 x 分の y が m にはなるんですけど、まあそれは一旦置いといて、どう消去するかっていう基本的な流れをこれを見比べてあげると、あ、m2 乗プラス1分の m と m2 乗プラス1分の1、これを作って割ってあげれば m が出てくるなっていうふうに思ってください。まあ、それ、基本的にそんなことしないですけどね。これをすることによって、例えばここが 3m だった場合でも汎用的に解けるようになるので、今紹介しています。で、m2 乗プラス1分の m プラス2は m、足す2倍、その1の2倍。で、ラージ x。y は、これ2次分の2次と。ちょっと頭でっかちの感じですね。だから割ってあげることによって1が出てくるわけですね。そしたら残りが 2m-1 になるからこうやって分解できる。あとはこれ、こいつとこいつ。
あとこいつをこいつに比べてあげて、第2式を2倍して足してあげると m2 乗プラス1分の1が消えるから、うまい感じに m2 乗プラス1分の m をラージ x ラージ y 使って表せて、こんな感じになる。同じように m2 乗プラス1分の1も求めてあげる。でこれが割ってあげると、でこれ0じゃないよって確認してるのは、その1割ってあげるから0で割っちゃいけないっていうことで確認してあげてるってことですね。今回 m2 乗プラス1分の1が0になることはありえない。で割ってあげると m がこれ分のこれでこいつになるというわけで、あとはこれを代入してあげると、まあとりあえず聞き直してください。聞き直そうで代入してあげて整理すると、ぐわーって整理してあげるとこうなるというわけですね。大変ということで、今回簡単な方法があるんですよ。で何がいけなかったのかっていうことを考えてあげることが重要で、何をいけなかったのか、例えば自分はこの解き方をしてなんとか答えにたどり着きました。じゃあ回答解説読みます。あれなんかちょっと違う方法で解いてるぞ、っていう、あこういう解き方あるのかっていうふうに理解すると思うんですけど、その時に自分がどういうところでちょっと変な解き方になってしまった、どこで行き違いがあったのかっていうところをしっかり見極めるための見るべきポイントがあります。はい、奇跡のポイント、動式を立てるか動式を変形するか、この2ステップに分けて考えることがすごく重要ですね。奇跡のパターンっていうのは、ラージ X ラージ Y と置いて関係式を立てる、そこがまず最初じゃないですか。で式を立てた後に、あパラメータが出てきたから消去しなきゃね、まあ、存在条件を求めなきゃね、これが本質であるんですが、そういうの時にその立てた式を変形していくというわけですね。だからまず式をどう立てればいいのか、でそれを立てた上でどう式を変形したらいいのか、でそれで2ステップで考えてあげると、解けなかった問題見て解説読んだ時にずらーって書いてあると、長い解説書いてあった場合に、まずどうやって式立ててるのかなっていうところと、どうやってその式を変形してるのかなっていうところをちゃんと分けてあげることによって見通しが良くなるんですよ。要は式立て方だけを押さえておいてあれば、あとは式変形だなっていうふうにさらっと流せる。一方で式変形これ難しいぞって思ったところだけ見てあげれば、自分の計算力も身につくという感じで、ここをしっかりと分けて見てあげるっていうことがすごく重要になってくるわけですね。で、これ奇跡のポイントって言いましたが、すべての問題についてそうです。だから、今回の問題に限らず、すべての問題もそうやってしっかり分けてあげて、考えてあげて、やってあげるといいのかなと思います。じゃあ、今回の問題において、どこで食い違いが起こったか。それが、動式を立てる。こっちで問題が起こったわけですね。ということで、もう一回式を立て直してあげましょう。点 P、ラージ X、ラージ Y といって、ラージ X、ラージ Y の関係式を求める。ここまでは一緒。じゃあどうやって関係式を求めてあげるか。これ、交点っていうものの見方なんですよね。交点っていうのは、どういうものか。二つの直線上とかですよね。つまり、この直線の上でもあり、かつこの直線の上にある。これが交点ってことなんですよ。交点っていうのは、交点を求めてあげて、ラージ X イコールっていうふうにさっき結びつけたんじゃなくて、交点を別の見方してあげる。この直線上かつこの直線上、この直線上かつこの直線上にあるっていうことをしっかりと言い換えてあげると。そうすると、はい、二つの直線が点 P を通るから、このラージ X ラージ Y、こいつに代入してあげた、M ラージ X イコールラージ Y イコール0、ラージ X プラス M ラージ Y 引く M 引く2イコール0、こうやって式が立つんですよ。で、これを変形してあげると、さっきのラージ X イコール M2 乗プラス1分の M プラス2、ラージ Y イコール M2 乗プラス1分の M2 乗プラス 2M、これが出てくるんですが、これを同値変形してあげたらそれが出る。ただ、別にそもそもそれとこの式っていうのは一緒のものですよね。これを変形すればさっきの値が出る。けど、さっきのやつを変形してもこっちが出てくる。だから、同じものなんですよ。だから、だったら初めからこれで立てればよくないっていう話ですね。つまり、式を立てるのはこれで終わり。もう簡単なんですよ。だからパラメータをあとは消去し、M を消去してあげればよくて、存在条件を求める。こっから式が立ったから、あとは式をどう変形していくか。ちょっと式が立ったが下手すぎるな。字汚ねえな。ちょっとこれはひどいですね。ごめんなさい。で、あとは式が立ったから、式の変形方法を考えてあげればいいということですね。式が立った、汚な。で、はい。この MX 引く Y イコール0と、X プラス MY 引く M 引く2イコール0。これの、M が存在する。まあ一応 M のパラメータ M を消去すればよくて、ただ、本質は一応この M の存在条件を求める。この E っていうのは exist の E ですね。E っていうのは逆にしてる。exist の E を逆にしてるもので、これ M が存在するための X と Y の関係式を求めようっていうのが本質ではあるけれども、まあ基本的にパラメータの消去っていうふうに今は考えてもらってもいいです。わからない方は。ということで、これを消去してあげると、これはもう見通し立ちますよね。
丸1から M イコールっていう風にできると。丸1より M イコールラージ X 分のラージ Y。移行してラージ X で割ってあげるということですね。の前に何を注意しなきゃいけないんですかね。注意しなきゃいけないこと。必ず注意しなきゃいけないことは、文字で割るときは0かどうかで場合分け。これは絶対押さえておいてください。割ってっていうときに文字で割る場合が出てくると思うんですよ。かなり。結構な頻度で出てくる。そういったときに0かなどうかなっていうことを常に意識する。常に場合分けしてあげるってことが重要なんですよ。今回ラージ X で割ってますよね。ラージ X で割ってるっていう時点で、あ、ちょっと待って。場合分けだ。ラージ X イコール0の場合、これをまず考えてあげなきゃいけないというわけですね。ラージ X イコール0の場合どうなるかっていうと、丸1に代入してあげて、Y イコール0と。で、丸2にもう一回、ラージ X イコール0、ラージ Y イコール0代入すると、M イコールマイナス2になるわけですね。っていうのは、ラージ X イコール0、ラージ Y イコール0の時に、M イコールマイナス2となると。それっていうのは、M イコールマイナス2になると。で、これは何を意味しているのか。これ何がいいんですか。これで一番重要なことっていうのは、M イコールマイナス2が存在すると。存在するってことが重要なんですよ。っていうのも、ラージ X、ラージ Y が0から0、0の時に、M は、存在する。別にマイナス2だろうが、マイナス3だろうが、マイナス4だろうが、なんだっていい。なんだっていいくて、とにかく存在してる。これが重要。M が存在してるってことは、M イコールマイナス2の時に、ラージ X、ラージ Y、00っていうの通るよねっていうこと。だから、ラージ、M イコールマイナス2、これを求めたけれども、求めたっていうより、あるかなっていうことを確かめたっていうことが正しい理解ですね。だから、M イコールマイナス2ってのは、どうでもいい。M が存在するわけですね。つまり、ラージ X、ラージ Y、ラージ X イコール0の時は、ラージ X、ラージ Y が0、0の時だけ。その時に M が存在するから、その時は通りませんっていう感じになるわけですね。じゃあ、その後、ようやく、ラージ X が0じゃない場合、この時に、はい、ラージ X で割れるというわけですね。M イコールラージ X 分のラージ Y。で、あとは丸に代入してあげて、ラージ X プラス、この M にラージ X 分のラージ Y 代入すると。で、この M にも代入すると。-2 イコール0。で、これ見たら、もちろん分母に何回あったら分母を払いたくなる。だから、ラージ X をかけてあげると、両辺に。で、一応ラージ X0 でかけちゃいけないので、0じゃないことを確認する。今回、場合分け的に0じゃないですね。で、かけてあげると、ラージ X2 乗プラス、ラージ Y2 乗引く、ラージ Y 引く2、ラージ X イコール0。で、これを整理してあげると、こういう風になるというわけですね。円の方程式と。こんな感じで問題が解けるわけです。で、一応、M の存在条件で考えてあげるっていう人は、この時点で存在条件クリアされてるわけですね。M イコールで代入してあげることによって、M の存在条件はクリアされるので、これが答えで問題ないという感じです。これはわからない方は、全パターン化の方で詳しく見てあげてください。ということでまとめると、X イコール0の時は Y イコール0。X が0じゃない時は、このさっき求めた円の方程式が答えとなるというわけですね。これを図示してあげると、はい、こんな感じになりますね。円があって、X が0の時は Y イコール0だけと。X イコール0の時は Y イコール0。X が0じゃない時、それ、ここの Y 軸以外のところは、この円状になるというわけですね。この円っていうのは、中心が1、2分の1。で、半径がこれのルートなので、2分のルート5と。ですね。こうなるというわけなんですが、まとめると、この円が原点を通るということで、この円から0、1の場合を除いたものが答えというわけですね。これが求める答えとなるわけです。で、今回の問題のポイントは、式を立てるところで差がついたわけなんですよね。実際に交点を求めてあげるかどうか。で、交点を求めなくても、そもそもこの2交点を通るわけだから、そこにラージ X、ラージ Y ぶち込んであげれば、式は簡単に立つじゃないか。で、あとはその式を変形してあげて、M を消去してあげればいいじゃないかっていう話なんですよ。うん、円汚いね。うん。ちょっと丁寧に書いたんですけどね。はい。汚いな。はい。で、まとめ。まとめに行くと、今回のまとめは、奇跡領域は型にはめれば解けるということですね。それは押さえてほしい。今回はパラメータをラージ X、ラージ Y と置くと。で、式を立てると。で、関係式を立ててあげた時にパラメータが出てくるんだから、パラメータを消去してあげると。厳密にはパラメータの存在条件を求めてあげると。いうので、解けるというわけですね。今回の問題も問題なく解けました。で、今回の問題で、ね、押さえてほしいこと。解説が長い場合、これ解説が長い場合っていうのは、その問題集で解説がずらーって書いてある場合なんですが、その場合は、式の立て方と式変形に分けることを意識すべし、これがすごく重要ですね。今回、奇跡領域の問題で扱いましたが、すべての場合においてそうなんですよ。式どうやって立ててるかな？まず見てあげるわけですよ。問題が与えられて、どうやって式を立ててるのか。で、その上でどうやって式を変形しているのか。これに分けてあげると見通しが非常に良くなる。かつ、自分がつまずいた時に、
どっちでつまずいたのかなっていうことを分析することによって自分の弱点がより詳細に理解できるようになるわけですよ。どっちなのかなっていうことをしっかりと意識してあげる。これがすごく重要。自分は式が立てられなかったのかな、自分はどっち式が変形できなかったのかな、それによって今後の勉強方針が変わるわけなんですよ。だからしっかりとこれに分けることを意識する。それによって例えば長い回数があっても、要は式変形をずらーってやってるだけで、式を立てるところってここだけじゃん。ここの式本質はここだけじゃん。あとはただの計算問題だなーっていう風に見ることもできるわけなんですよ。そういう風に見通しが良くなっていくので、しっかりとこうやって意識する。で、今回の奇跡領域の問題は特に顕著でしたね。交点の座標を求めるのか、それとも代入してあげて、それをもうその時点で式を立てたというふうに言えるのか、ということが最初のこの問題を瞬殺できるかどうかの分かれ道なんですね。ということで、今回はぜひこっちを押さえてほしいと。奇跡領域が型にはめれば解けるっていうのは、またいろんな演習を積んで確認してもらえばいいと思います。本問では交点を求めずに一直線で式を立てればいいんですよ。で、式の立て方っていうところがポイントでしたっていう話です。ということで、こんな感じで、また、動画をどんどん上げていくので、チャンネル登録、高評価、あとコメントなど、いろいろお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう!